楓。新しいやつ。楓でしょ？銅弾があって、こっち側には柿があっての、これはイロハね。あれは赤いのね。あと3種類ぐらい、もみじばっかり植えようと思って。もみじとかこういう、まあ、こういうやつ。芍薬？芍薬も結構大きくなるから、なんか、で、葉っぱが、なんか緑がいいでしょ。かわいいから。こういうのより、まあこういうのより、まあこういうヤブコウジなんだけど、こういうなんかさりげない、なんか葉っぱだけでいいんだよね。俺花とか咲かなくていいんだよ別に。これは秋田吹き、秋田吹きだから3メートルになるから、多分でもこの土壌だとでかくなっても1メートルぐらいでしょ。そんな大きくならないな。でもまあこっちは水吹きだからこれよりはでかくなるじゃないかなと思う。これはね、里芋なんだけど、京芋も混じってんのね。これ、京芋が入ってんですよ。で、ただその京芋の葉っぱと里芋の葉っぱの違いが分かんないんだよね。ただ京芋の方が葉っぱやっぱりたくさん出てくるんだよな。里芋植えたのか、京芋植えたのかな。覚えてないんだよな。あとなんかもう一つ植えたんだよな。なんとか芋とかって。なんか、かわいくないよ。これも？いやー、こんなに大きくなるかな。なんか覚えてないんだよな。こんな、ほら、しっかりしてるでしょ。これ。こんな、全然覚えてないんだよな。これ手前はこれじゃがいもなんだけど、もうじゃがいもも植えた記憶なくて、多分じゃがいもは芽が出たやつを適当に放り投げといて、こんななって、まあ食べるためじゃなくて、この緑を楽しむためにやってるんで。これも一回このエコキュートを取り替えた時に全部切ったんだけど、きれいに出てきたね。これは明日葉ね、みんな知ってる、大好きアシタバで。これも葉っぱ綺麗で、これも一回植えたらなんかずっと出てくるらしいんで楽しみですね。これはちょっと移植した水拭きだけど、だいぶ元気に出てきましたね。これはまあ、いつも言ってるセリです。食用のセリを植えたらガンガン出てきたと。で、この辺にもね、これがなんか紫色の花咲かせないと。これもなんかなんだろうな。なんか、これ葉っぱ見てないんだよな、俺好きなの。このね、こっちのやつは、こっち側で植えたやつの種がこぼれて出てきた。種がこぼれて出てきた。確か。こっちがこぼれてこっちになったら、こっち、多分こっちの方が古いそうだからこっちじゃないかなと。種がこぼれた。こぼれだねっていうね。いやー、なんだろうな、わかんないな。里芋はね、多分奥の方が里芋なの、こっちは。これ多分京芋だと思うんだよな。植えた記憶あんだよな。てか、あんなにたくさん植えてないんだよな。なんなんいっぱい入ってんだよな。うるさいね、この、くるるっと。これも色が、アジサイ。土が酸性なのかな、赤くなってきちゃったな。最初、真っ青の青いやつだったんですね。で、これは、バックに見えるこれはセロリ。セロリですね。食用の150円で買ったセロリが、まあ、植えたらこんななっちゃって。これ今、まあ、グロいから映さないけど、アゲハチョウの子供がいっぱいいますね。これなんかほら、わかる？トンボみたいな。ちっちゃいね、トンボ。トンボっていうの？ほら、ね、見えないかな。これもだいぶ根がついたっていうか、しっかりしてきたね。ね、いい感じになってきた。
こっちはね、こごみですね。隣の家の人にもらった。ここにあるのも秋田フキ。これもでかくなる。空間ちょっと開けてて、これが手前にあるのが、これもシャクナゲのはずなんだけど、ね、これは水吹きですね。手前も芽がついたね。だいぶほらついてるでしょ。これいいね。水吹きがとかこういうタラーンとした感じのやつが俺好きだな。こっちにな、ソラ君。ソラ君ちょっといじけモード、猫来ちゃったからね、いじけてんだけど、葉っぱの色がいまいちなんだよな、葉っぱの色がいまいちですね。僕もね、知らなかったの、サツキ結構虫がつくんだな。サツキに虫が、あんまり消毒したくないけど、結構この辺明日場、チーム明日場になってるね。ここもチーム明日場になってるね。奥の方がこれ普通のほら普通の草なんだけど、水草、水草、梅草って言うの、なんか懐かしくてね。梅雨草取らない。ヤブコウジで、こっちが、水拭き、これも水拭きね、かわいいね。これは毎度種から出てきたドウダンツツジですね。虫がいっぱいいるよね。なんかすごいワールドになってきてる。なんかちょっとこう成長遅いんだけど、まあしゃあないね。思ったよりこう白ランテンの成長が遅いな。まあでもこんなもんかな、1年目なんて。もう覚えてないな。でも意外と大きくなんだけどね。まあ意外とモミジも成長早いから楽しみだけど。ちょっと大きくなってほしいけど、まだ本格的な夏始まってないんで、多分この辺の水拭きをぶっ放すっていうか乗り越えてやってくると思いますね。私はこちらの方々は、さっき虫がついててびっくりしたんだけど、あ、アブラムシすごいついてるな、あまり映すと女の人嫌だしてるけど、アブラムシがついてますね。あ、ここもすごいな。アブラムシすごいついてるな。結構アブラムシつくんだな。いや、これは想定外だったな。アブラムシつくんだ。このなんか、このバラはすごい、成長が早いね。本体最初これだけなんですよ、この。まだ、植えて2、3ヶ月で、枝がどんどん出てきて。まあ、あとこの藤がすごいね、成長が早いね。これ電柱越えちゃうんじゃないの、ね、なんかこれもあのなんだっけ、ブラックベリー、こっち側のもブラックベリーで2つ植えていますね。2つ植えなきゃダメだってことで、ちょっとこっち側のもともとあったブラックベリーが弱いから、ダメならもう2本ぐらい植えてサポートしようかなと思うけど、結構これ強くて、これ見えます？もうずっとここまで上がってんだよね、それまで。ちょっとこれ隣のアパートの 目隠しでそのつる系をわざとに置いたんだけど、なんとかしてちょっと成長早いんで、なんかしなくちゃいけないね。 DIY をしなくてね、そういうことで。